6月の、21でしたっけのお参り、22かのお参りに皆さんようこ、21か。ちょっと待って、今日は何日ですか21かのお参りに皆さんようこそお参りしていただきました。ちょっとボケてる私みたいですが、父の日でもありますので、お父様の方にはおめでとうございます。私も父の日ということで、今日のお参りは少し楽させていただき、後で忍先生に法案していただきます。それではまず、最初に、黙想と念仏で今日のお参りを始めさせていただきます。それではですね、皆さんと一緒に、三喜右衛門をまた、いただきたいと思うんですが、ちょっと待っていただけますか、今から出しますので。ちょっと待ってくださいね。今出しますので。はい、今出しますので、皆さんと一緒に三喜右衛門をいただきたいと思います。はい。人参受けがたし、今すでに行く。仏法聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、死心に参謀に、帰依し立て祀るべし。自ら仏に帰依し立て祀る。まさに願わくは、衆生とともに、大道を体現して、無常位を起こさん。あれ、これ知ってたらダメだ。ちょっと待ってください。もうちょっと小さく。はい。じゃあ、二つ目。自ら法に帰依し立て祀る。まさに願わくは、衆生とともに、深く道場に入りて、知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し立て祀る。まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん。無常人人未明の方は百千万号にも愛をことかたし、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し立て祀らん。それでは引き続き、お経ですね、あれ三仏行を一緒にいただきたいと思うんですが、また三仏行消えた。
少々お待ちくださいませ。今出しますので。はい、それでは三仏偈を一緒にいただきたいと思います。ナマンダブス、ナマンダブス、ナマンダブス。ナマンダブス、ナマンダブス。おげんげげげげむごくにょぜみょむよのしゃにちがずまに十五円よ、かじずおんべ、ゆにゃぐじゅもく、にょらよげ、ちょせむり、しょがぐなよ、おるじぼ、かいもじょうじ、さまいちえ、いとくむりょ、しゅしょげう、じんだいぜんね、しょぶ、くじんじんのくごがいたいむみょよくぬせそよむにのししじんどぐむりょくくごない、ちえじみょ、こみょいそ、しんどだいせ、がんがさぶつ、だいしょうほ、かどしょじ、みふげだつ、うぜじょい、かいにじょじ、よぜさま、ちえいじょ、ごせとくぶつ、うぎょしが、いさいぐぐ、いさだや、けしうぶつ、やくねんそうま、むりょだいしょ、ちゅにょごじゃ、くよいさい、ちのじょぶつ、くにょぐの、けんしょふぎゃく、いにょごじゃ、ちょぶつせかい、ぶふかけ、無修節道、五妙師匠、天師諸国、如是如是，一心难了，六根三不思，佛国土大一。五十几秒
女なよ、にむどそがのあいみ、どだずいさい、じもないしょ、しねずじょじょ、にのがご、てらぐあの、おぶずじみょ、せがしんしょ、おずがのひ、にぎしょしょよ、じぼせそ、ちえむげ、じょうりょしそ、ちがしんぎょ、てりょしし、しょくどくじゅ、がよしょじ、にんじゅうげ。なまなぶ、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 がにしぐどぐ、みょうどせいさい、どほつぼないし、おうじょうあん。のまのふす、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 のまのふす。それでは、ちょっと待って、しのぶさん、自分をアンミュートしていただけますか？はい、聞こえますか？はい、ちょっと待ってね。はい、で、映してほしい画面はいつ出したらいいんですか？一番最初で大丈夫。最初、じゃあ、皆さんに、これからですね、ご法話を、しのぶ深草先生にお願いしたいと思うんですが、まあ、ほとんどの方はご存知だと思うんですが、しのぶさんは去年でしたっけ？去年までね。去年の10月。はい、去年まで、ずっとスティーブストンにいて、ここスティーブストン仏教会の、日本でですね、中央仏教学院の通信教育を受けて、特導を受け、そして、このスティーブストン仏教会の、アシスタントを、務めていただいていたわけなんですね。それが去年の10月、仕事関係でハワイに行くことになったんですが、その時はですね、決して、またこういう形で忍先生と一緒にお参りできるとは全然思ってなかったんですけど、一つパンデミックの良いことはこういう形が取れたということなので、それともう一つは、この機会を通してですね、こうやって法話までお願いできるっていうことはすごいありがたいことだと思いますので、それでは、これからさっき、しのぶ先生に法話のお願いしたいと思います。そして、まずそのしのぶさんが出してほしい言葉を今皆さんとシェアします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃ あ先生ありがとうございます。じゃまずは皆さん合唱お願いします。はい、じ
や、ナマミダブス、ナマンダブス、ナマミダブス、ナマン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 ダブス。はい。今画面に出していただいた言葉、君、見よ、双眼の色、語らざれば憂いが木に似たり。これは臨済宗の白隠禅師の言葉です。意味は、私のこの二つの目を見てください、言葉にしなければ憂うことなど何一つないように見えます。2020年も半年が過ぎました。特にこの数ヶ月間は歴史的な激動な時間を皆様続いていると思います。コロナ感染、そして人種差別問題など、分裂、それから矛盾の中を我々は生きています。皆さんもそれぞれの立場で感じることが多い日々だと思っています。そして今回のコロナ感染で、再びフランス人作家アルベール・カミューの本ペストがブームになっています。1947年の6月に出版された本なので、多分例えば村尾さんとか田中さんとか、そういったまさにその時代のご本だと思っています。それをあえて私たち若い者が、読ませていただいている感じなんですが、舞台は地中海に面する国アルジェリア、フランスの植民地です。架空の町オランというところで、ペスト菌がネズミから人間に伝染し、1日100人を超える死者が出る中、町全体が封鎖され、本の語り手である医者が仲間たちと疫病ペストと戦うという物語です。フランス本国に医薬品を大量に求めたり、絶対的に足りない医師や看護師などを要請しても間に合わない。医者自身の健康さえ保障されない中、命がけで戦う医師、そして行政の無能な働きに業を癒してボランティア活動を立ち上げ、各家庭に回り患者カードを作るなど、自分ができる日々誠実に行う町民の連帯が描かれています。73年前の小説ですが、今まさに私たちが直面しているコロナの世界と一緒だなと思って読んでいました。カミューは本の中で、人間は世界の一部でこそあれ、世界と対抗できる存在だと思ってはいけない、自分は正しいと思い込んでしまった我々人間が圧倒的な矛盾とか多様性を前にしたとき、人間は謙虚でなければならない。そして自分の存在を過信せず、善悪を決めず、自分は何も知らない愚かなものだと認識をして、真実を見極めることが大切だとおっしゃっています。戦争とか殺人とか、その時代は死刑宣告とかが理不尽に行われたと思うんですが、そういった多くの理不尽なことが起こるこの世の中、平和に到着するためには共感すること、共感するとはありのままを受け入れる感性を持つことだとカミューが言っていました。この本を読んで、私はとても仏教に通じるものがあるなと感じていました。そこである日本の雑誌、人間学を探求する父という雑誌があるんですが、以前読んだ対談、親鸞と良寛に学ぶという記事を思い出しました。青木新門さんと中野東禅さんの対談です。青木新門さんとは、お葬式の現場体験をもとに農家風日記を書かれた作家で、映画「送り人」で有名になった方です。親鸞探訪という本も東本願寺から出版されています。中野東禅さんは曹洞宗の僧侶でいらっしゃいます。その対談の中で、親鸞聖人と良寛さんの共通点を挙げていました。
一つは自らが愚、愚かであると。親鸞聖人は自らを愚毒、まあ、愚かなお坊さんといった感じで、良寛さんは大愚、大きな愚か者というふうに自分を呼んでいました。そしてお二人は悲しみを距離を置いてじっと見つめるとおっしゃってます。私たちは悲しみに遭遇すると心がすごく動揺して乱れるんですが、親鸞聖人や良寛さんはそれに振り回されることなく距離を置いてその悲しみをじっと見つめるとおっしゃっていました。最初にご紹介した禅の言葉、君、みよや、双眼の色、語らざれば、憂いなきに似たり、が、この対談のタイトルだったので、今回ご紹介させていただこうと思いました。浄土真宗の親鸞聖人、そして曹洞宗の良寛さん、宗派は違いますが、共に深い悲しみを抱いて生きてこられたからこそ、人は言葉にしないでも、実は大きな悲しみを生きて抱いているのではないかと、他を思いやる、共感する感性をお持ちだったのだと思います。今回ご紹介したカミューの本ペスト、そして父出版の親鸞と良寛に学ぶの対談から、我々が学ぶことは、時代が変わっても世界には不条理、矛盾なことがたくさん起こる。宗教や人種が異なっても人の心は違わない。そして決して自分が正しいのではなくて、相手を思いやり、日々自分のできることを誠実に行うことが大切だということだと思います。で、今日は父の日、お父親の方おめでとうございます。で、この父という雑誌は私の父親の長年愛読している雑誌で、この記事も父親から教えてもらったんですが、我々子供たち4人兄弟なんですが、のそれぞれの節目において本とか雑誌を送ってくれる読書家の父へ、まあ、日本におりますが、その父へ父の日に感謝の気持ちを込めて法話で共有させていただきます。ありがとうございます。それでは皆さん、もう一度合唱をお願いいたします。ナマミダツ、ナマミダツ、ナマミダツ、ナマミダツ。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。こんなんだったら毎週しのぶさんに頼んでもいいぐらいかなと。いや、本当にありがたいご法話、本当にありがとうございました。それでは最後にもう一度お念仏で、今日のお参りを終わりにしたいと思います。皆さん合唱お願いします。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナモアミダブツ。それでは皆さん、またマイクをアンミュートしていただき、一人一人ちょっと様子伺いましょう。はい、アンミュートしました。はい、それではまず私の画面の一番上の左側いきます。橋本さんたち、こんにちは。今日は何か皆さんに伝えたいこととかありますか？順番にいきます。はい、ちょっと戸惑いました。はい、まあ、いつもいい法話をいただいて、喜んでます。今年は まさに仏教の、ビギナー初歩というところでまだもたもたしてますが、家の方はいつも仏壇に向かって、おはよう、朝と夕方、まあ夕方より朝ですね、毎朝やってたんですけども、ただもうご先祖さんに拝むと、ありがとうって言ってるだけで、ところが先週もう一つのファクターを、レブラント、開教師からいただいて、やはり全宇宙にとか、あるいは阿弥陀に
阿弥陀さんにありがとうっていう、そういう感謝の気持ちっていうのは大事だなと、まあ私はその辺です。ありがとうございます。渥美さんは何か伝えてくれますか？いや、まだまだその信心っていうところが分からなくて、昨日私とちょっと話して、昨日おととい話したんですけども、あなたそういうのは煩悩っていうのよ。煩悩っていうのはあの性欲のことだと思ってたんですね。私はそんなのもういらないわと思って貪欲はないと思ってたんですけど、そういうわけでまだまだ分かんないだらけです。ありがとうございます、それではですね、今度変わって、はい、桑原さん。はい。あの大変あのいいあの法話いただきました。ありがとうございました。私も確かあの、神のペスト、まあ、いわゆるその不条理のことが突然起こって、それにまあ対応する人間の、あの主従の姿が確か描かれている本だと思いましたが、要するにその中でその確か絶望になれるっていうことは絶望そのよりそのことよりも悪いんだというようなことを確か言ってたと思いますし、それからその、 あの小説の中で確かお医者さんとそれを助ける人、間には友情ができるんですね。で、そういうその非常にの過酷な中でも友情が芽生えていく、まあ、そんなちょっと物語筋もあったと思いますんで、なんかあの私自身もその大変難しい小説でしたけど感銘した記憶があります。あのいろいろありがとうございました。今日はまたもう一度また読み直してみたいと思います。あの桑原さんが言った絶望なんですが、またあの来週のお参りにですね、その絶望について少しお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、浦尾さん、can you, you have to unmute him. Okay, can you unmute him? Press the little microphone icon to unmute. There should be a little microphone icon.There should be a little microphone icon that pops up. Or are you taking, well, I'll move on and I'll come back to you. There's a little microphone icon. Can you unmute? Calvin, can you unmute this, please? There you go. Okay. Thank you. Okay. Sorry. Oh, that's fine. We're just sharing everybody's thoughts. So. There you go. There, Dad. Hi. Murao-san.皆さんに伝えたいこととかありますか？いやごめんなさい。あの今日は何を、あの深草先生にの、まあ、ご法話こんなところで聞くとは夢にも思ってなかったんで。ありがとうございます。声を聞いてとても元気づきました。ありがとうございます。よかったですね。ねえ。うん、お元気そうで。ハッピーファーザーで。みんなに。後ろの方で、君雄さんがちゃんと見守っていただいてますね。君雄さん見えますよ。おや。村尾さんの後ろに君雄さんが見えますよ。ああ、thank you, thank you. はい。君雄さんだな、そのお父さん。はい、じゃあ。ともこさん、アンミュートしないと、ともこさん。はい。はい、はい。はい、何どうもありがとうございました。本当、嬉しかったです。それ、あの、悲しみを、距離を置いてみるっていうの、私も大事だなと思って、あの、違う、あの、方向から見ると、あの、時々、あ、こうなのかと思うことがあるので、うん、ありがたいと思いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ井上さん。井上です。今日はいいご法話ありがとうございました。あのカミューのペストは私知ってはいたんですが読んだことがなくて、今日お話を伺ってとても感銘を受けました。ちょっと話は変わるかもしれませんが、今度のコロナウイルスと、それから今ここへ来て起こってきたいろんな人種差別の問題、アメリカだけじゃなくてカナダも深い歴史がある。この問題はやっぱり今こそ本当に皆が一生懸命考えて直していかなくちゃいけないことだと思いました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、はい、それでは田中さんに。あ、田中さん、Jim, if you're there, Tanaka says you have to unmute. There's a little speaker icon. You have to press the little speaker icon to unmute her on the screen. If you touch the screen, there should be a little speaker icon that comes on. Do you see that little speaker icon? Microphone. There's a little microphone. Is that better? Yeah, that's better. Hi.We can hear you. 田中さん、皆さんに、お伝えたいことはありますか？何か。別に何もないです。まあ、今日はまた参加していただきありがとうございました。ありがとうございます。どうですか？健康の方は。はい、おかげさんでまあまあですよ。まあまあですか。まあいつもね、こうやってお参りできることは本当に、今日はね、わざわざハワイから、しのぶ先生が遠いハワイから、まあ、皆さんご遠方から来て、あのお法話していただいたということで本当に嬉しかったです。ありがとうございます。それでは、渡辺さんに少しアンミュートしてもらわないと。渡辺さん、はい、はい、来ました。はい、何か先ほどあの忍さんがお話ししていただいた、なんか自分を過信しないで、あの謙虚であれっていう言葉がとってもあの、うん、あの日頃自分が忘れていることだなと思って、あの大事な言葉だなと思ってありがたく伺いました。まあ、変化のない毎日なんですけど、まあ、本当当たり前 の, あの日々をしっかりときちんとこう過ごすってことが大事だなと思って、うん、はい、つくづく改めて感じました。ありがとうございました。じゃあテルコさん、何か。はい、私もね、あのやっぱりこのコロナウイルスが長いこと続いて、やっぱり精神的にも少し不安になったり、なんかあの落ち込んだりしますけど、草原禅師の言葉とか、それからカミューのペストもですけど、あの聞いてはいましたけど読んでいないんですけど、それぞれに非常に大切なことをおっしゃってる。それを、まあ、遠いハワイからこんなにしてお話し聞けることは、それはやっぱりこういうあのコロナウイルスがあったからこそ聞かれるチャンスができて、それはとてもいいポイントだったと思ってありがたくいただきました。お元気で、あのとっても、はい、あのうれありがたかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。で、何かありますか、島田さん。はい、私もコロナのことは4月はものすごく緊張してたんですけれども、あの最近あのだいぶコロナがあったからこそこういう機会もできて、で日頃会えないあの村尾さんなんかほとんど会える機会がないので、あのこういう中でシニアの方に会えて全然悪くないなと思って、でハワイの先生にもお会いできたし、とても感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当に
こんにちは。こんにちは。今日はとてもいい法話を聞かせていただいて、いつも毎週毎週日曜日の法話をお聞かせいただくのが楽しみで、まあ、毎月 毎週毎週参加するのが楽しみでいます。まあ、コロナの影響で家にこもりがちなんですけども、自分自身を見つめるいい機会だなと思いまして、また今ハワイのその法話を聞いて自分自身を見つめ直したいなと思いました。いろいろありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。こちらこそ。坂本さんはいつ見ても元気そうですね。はい、毎日歩いてます1時間。こっちも元気になりますよ、坂本さんの笑顔を見ると。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、渡辺さんをですね、あ、ちょっと暗いですね、バックグラウンドが。すいません、逆光なんです。そう、大丈夫ですよ、何か皆さんに。はい、まずは、忍さんのご講話ことができて、とても嬉しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。すごく、本当、今いろんな、今自分に何かあっても、その現象に振り回されるというか、何か起こっていることに感情が乱されてしまうんですけど、そういうところにちょっと一歩置いて、その物事を見るっていうのは確かに本当大切だなと思いました。あとは、ついやはり自分のことを謙虚に思わないので、やっぱりいつも自分に聞かせないといけないなと、自分の至らなさを感じました。それをだから、教えていただいてありがとうございます。以上です。ありがとうございます。どこに消えちゃった。ですね、それでは最後に忍さん、何か言いたいことありますか、皆さんに。いや、本当にこんな機会を与えていただいたのがもう感謝です。ありがとうございました。そして、まあ、皆さん多分同じ思いでずっといらっしゃると思います。それぞれ立場が違ったとしても同じような、まあ、気持ちっていうのはとても大切で、そういった連帯するっていうんですかね、共有するっていうところをこれからも大切に、こうやって日曜日に皆さんの顔を拝見して、私も元気をいただいて、で1週間、まあ、普通の生活なんですけども、ちょっと違った一個一個違った角度からまあ、いい日々を歩みたいなと改めて思わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。浄土真宗で祝宴っていう言葉がございます。祝宴っていうのは、さまざまなですね、因と縁があって今があるということなんですが、決してそのコロナウイルスはいいことではないんですけど、まあ、本当にそのおかげさまでこういう出会いっていうことも生まれてきたわけなんですね。ですから私たちもそのこの出会いをですね、感謝の心を持ってありがたくいただいています。今日は本当に皆さんありがとうございました。それではまた来週お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお元気で、はい、皆さんお元気で、はい、ありがとうございます。